メイラです。キメカです。ピンクラテティー B 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はキメカとレイラのスマホの中身紹介です。イエーイ。待ち受けとかアプリとかカメラロールとかちょっといろいろ見せていきたいと思います。せーの、どうぞ。じゃあまず待ち受けから、キティちゃんのコスプレを誰かがしているやつです。で、ホーム画面が真っ白です。なんでキティちゃんのコスプレ待ち受けにしてるの？なんか好きな俳優さんがいて、その俳優さんの友達のインスタを遡って見てたらこういうのが出てきてそれです。じゃあアプリからいこうかな。じゃあカメラアプリは、ひめかの好きなカメラアプリは You Like とスムチャです。ここにカメラをまとめています。ひめかのおすすめはこうダズカメラです。ダズカメラっていうのはなんかめっちゃエモい写真が撮れるの。ちょっと撮ってもいい？なんかフィルターが送る綺麗な写真がつくからおすすめ。スクショしといた。ネルもまとめてるね、うん、使いやすいもんね。ゲームがいっぱい入ってます。この真ん中の一番上の RB 対戦っていうのは2人で対戦できるのでめっちゃ楽しいです。あと左下はポケカラっていって家でカラオケできるんですよ、うん、めっちゃ便利で、一番右の真ん中の列のは4人とか3人で対戦できる、友達とやるときが多いです。あと音楽とかよく聞くし、カメラアプリは多い、うん、あとなんかいとこが小さいんだけど、うん、なんか鬼から電話をよくして怖がらせてますあとはあの SNS 系、SNS はこのツツしか入れてないです。して洋服のサイトとかかな。あとは写真、レイラちゃんにストップって言ってもらいます。はい、よーいスタート。ストップ。どれにしよう。これはまだ出してないんですけどコーデのインスタに使おうと思って写真撮りました。かわいい。ありがとう。あと何回かやります。ストップ。これはあのフルーツ、ドライフルーツを作ろうと思ってオレンジとレモンを輪切りにしたら可愛かったからドライフルーツにする前にも撮りました。フルーツって可愛いよね、並べたら。うん、可愛い。可愛い。あとラスト。ラスト。自撮りがすごい。これが一番お気に入りか。これはあの事務所で撮影してて、その時のオフショって感じです。なんかめっちゃ光が当たって、あ、もう絶対これもらえると思ってこう撮りましたあと何あるかな。 TikTok の下書き1個入れようかな、面白くないけど。僕は君が好き、焼けた肌にいい匂い、撮れないかも、面白く長いかも。本当に上手い。本当ありがとう。レナちゃん TikTok やってないもんね。やってない。ねえ、TikTok 始めたらフォローしますじゃあひめかのスマホの中身はこんな感じです。じゃあ次、レイラ。はい、この写真は撮影の時に撮った写真なんですけど、すごい綺麗だなって思ったのでロック画面にしました。めっちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗、ハワイみたいな水色。すごい普通でシンプルなんですけど、うん、この上ら辺はよく使うやつとか、うん、Google とかいろいろあって、で下の行にはの緑色のアプリとか色分けしてます。でもこれはあんまり使ってないかなっていう感じです、うん、で一番下のこれは電話とか LINE とかカメラのアルバムのね、アルバムのはよく使うので下にすぐ開けるようにしてます。使いやすい。そうで、次はゲームとかがあって、ゲームはつむつむランドっていうのがお気に入りです。あとワードウルフとか人狼ゲームは結構な人数でできるのですごいおすすめだし楽しいです。で、あとはミュージック、 LINE ミュージックとミュージックとカメラはソーダとスノとユライクが入ってます。で、SNS はこんな感じで TV とギャオとかはあまり使ってないんですけど、その他は結構使ってます。はい、カメラワーク
カメラロール、カメラロールストップ。あ、ちょっとこれ自撮り写真なんですけど、ニコプチのブログ用の写真だけか、インスタ用の写真で撮った写真です。めっちゃ漏れてる、かわいいありがとう。ストップあ、これはこれは、小学校の卒業の時に着た袴の写真です。卒業式で袴着るのもいいな、着れなかった。そう、そうなんかかわいそうみたいな感じはい、ストップ。あ、これもね、自撮りが多いんですけどとこれは結構前、2019年、うん、1年前ぐらいの写真です。自撮りの練習をしてる時に撮った写真です。かわいい、自撮りの練習とかしたらしない。ストップ。これはなんかどっかの駅だかお店で、すごい天井がすごい綺麗だったので撮りました。たまにあるよね、イオンとかで傘めっちゃ強気にさ吊るしてるの、おしゃれ。かわいい、おしゃれで撮りました。あ、もうないかな、ストップ。これは近くのイオンで飲んだタピオカ屋さんで撮りました。タピオカ飲みたくなってきた飲みたい、タピオカ飲みたい。ラスト、ストップ。これも自撮り自撮り多め、はい。これはピンクラテのインスタ用の時に撮った写真の自撮りです。うんうんうん、全部可愛かった、全部漏れた可愛いよ、って感じです。なんかレアちゃんはすっごいなんか使いやすさとか重視しててまとめられてて、すごいなんか偉いなと思います。なんか豆な気がする、筆箱とかも綺麗だから、綺麗好きなのかなと思いました。あ、でも綺麗好きな方かもしれない。うん、絶対そうだと思う最後に気になることとかありますか？そう、なんかひみかちゃんはいろんなアプリがあって、いいなって思いました可愛いんだけど、うん、はい、ひみかたちのスマホの中身紹介でした。どうでしたか？結構アプリは参考になるものが多かったかなと思います、うん、じゃあ今日の動画がいいと思ったらぜひみんなに宣伝してもらってお願いしますお願いします。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。